皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました私須藤真嗣と申します。今日はここにお招きいただくまでテデックスキッズっていうのは子どもたち相手に何か話するのかなと思って2つ返事でお引き受けしてここに至ったんですけども、こうやってちょっと見回してみるとなんかおじさんとおばさんばっかりじゃないみたいなね。これからお父さんになりお母さんになり、はたまた今現在、お子さんたちを、まさにしつけ教育されている皆さんも多いのかもしれません。今日僕がいただいた12分間の中で皆さんにお伝えしたいこと、そして今日僕がここに来た理由というのは、一人の父親として来ました。実は僕は今49歳で、子供が3人、かみさんが1人、ガールフレンドは随時、これちょっとどっかに放送されてるんですよね、ちょっと見てるかもしれないんでね。その実は3人いる息子の長男は19歳、次男は17歳、三男は15歳、全員男です。この2番目の今年17歳になる彼が17年前に実は重度の脳性麻痺で生まれてきました。それまで僕自身は実はファッションですとかデザインですとかテレビのコマーシャルですとかイベントですとか華やかな世界で職業人として仕事をしていました。その次男坊が生まれたことをきっかけに予期せずして僕自身が、あるいは家内が、家族が福祉の行政サービスを受ける担い手という立場に身を置くことになりました。そこで感じた印象は一言で言うと、暗い、地味であって、そして一般の僕らが当たり前だと思っているこの楽しく華やかな世界とは分かれて存在している空間なんじゃないかなという印象を当時強く持ちました。ちょっと皆さんに聞いてみたいと思います。この中で、ほとんどが日本人の方ですかね、外国籍の方もいらっしゃいますが、皆さんの中で次に言う名字の人いらっしゃったら手を挙げてください。鈴木さん、手を挙げたままにしておいてくださいね。ありがとうございます。高橋さん、田中さん、佐藤さん、いらっしゃいますね。結構ね、6人ぐらいいらっしゃいますかね。じゃあ今言った鈴木さん、田中さん、佐藤さん、高橋さん、この名字の友達がいる、こういう人いらっしゃったら手を挙げてください。はい、ほぼ全員ですね。ほぼ全員です。ありがとうございます。では皆さんのお友達の中で障害者と言われている人、障害者と言われている友達がいる人、ちょっと手を挙げていただけますか。うわ、やっぱ結構多いですね。ありがとうございます。4分の1、5分の1ぐらいですかね。今日多いですね。200人いて4分の1、25人、今日は多いです。さすが意識が高い方が多くいらっしゃると思うんですけども、まさに今冒頭申し上げたこの4つの名字、日本で非常に多いと言われているこの名字の数と、現在我が国で障害者手帳を持っている人たちの数はほぼ一緒です。冒頭申し上げたこの4つの名字の方、あるいはお知り合いがいらっしゃる方、ほぼ全員だが、しかし障害者と言われているお友達がいる方はその4分の1。ここが今日のプレゼンテーションの出発点です。僕らは、戦後工業化社会を経て非常に豊かな国でこの日本で生きてきました。僕らが当たり前だと思って受けている教育に、どうやら今皆さんがね、障害者の友達がいない一つのキーがあるんじゃないかなと感じています。この左側の写真、
まあ、左頭にオフステージと書いてありますが、どっちかというとこれは文字通りオフステージな印象です。右側が僕らがいるオンステージ。うちの子供たちは、まあ、4年弱実はニュージーランドで過ごしてたんですけども、学校ではこんな感じでした。僕自身もそうでした。右側の一般のクラス、そして小学校中学校までは、最近は特別支援クラスっていう言い方がされてますが、僕らの子供の頃は特殊学級っていうふうに呼ばれたりもしてました。ハンディキャップを持ったお子さんに先生がついてスペシャルにケアしていく、これ自身は悪いことだとは全然思いません。だがしかし、自分の子供を小学校や中学校に進ませるときにちょっと考えたんですね。システムとしては悪くない。だがしかし、左側、大人との濃密な時間で成人していくっていう環境っていうのは、果たして本人にとってどうなのかなと。まあ、真ん中にあるニュージーランドのみならず、世界の先進国でここまで明確に教育の過程で健常者と呼ばれている人たちと障害者と呼ばれている人たちを分けて教育サービスを施しているという国は、非常に日本は稀な国です。例えば皆さん、今日ここに来る途中、あるいは日々の生活の中で、よく電車のホームとかで一番最後尾からこう車椅子の人は駅員さん3人がかりでサポートして乗せてる風景って見たことないですか。我が国日本では左側です。まあ、莫大なコストと税金を投下して物理的な段差をなくそうと、まさにこの活動を1990年バリアフリー法が施行された以降、強力に進めてます。他方、これは海外が全てだという意味ではありません。例えばこの写真はイタリアですけれども、石畳の町、この石畳を平らにしようなんて彼らは思ってません。むしろコストと手間をかけてこれを残していこうとしている。またそんな町の中の風景としては、年配の人が文字通り車椅子に一人で乗っかっておしゃれして街に出てきてます。彼が待つ路面電車あるいはバス、全てがローステップなわけではありません。だがしかし、先に乗り合わせた70年配のおじいちゃんと横に乗ってる中学生が、ちょっとそこ持っとくかと、よいしょと言って、その瞬間が過ぎていきます。もとい日本の場合はですね、駅員さん3人がかりでホームの最後尾から、ただいまなんとか搬送中ピーみたいな感じでやってます。これは悪いことではないと思ってます。だがしかし、そこにはかわいそうな人たちを助けてあげなきゃいけない。それは専門の人がいて、その人が手を貸さなきゃいけないんだっていう意識がですね、良くも悪くもこの行為を目にするたびに僕らの気持ちの中に刷り込まれてます。この漢字、英語で言うとスティグマという言葉に象徴される、まさにバリアです。このバリアは実は物理的なバリアではなくて、人々の心の中にあるんじゃないかと、それが僕の最初の気づきでした。障害児の彼が本当に兄弟の力を借りながら成人していき、一人で自立するには、間違いなく彼一人で生きていかなきゃいけない空間が存在すると思ってます。その時に必要なことは、彼自身が一人でスーパーマーケットに行き、一人で買い物をし、そのサポートが必要な時にスペシャルなサポーターやヘルパーさん以外の通り過ぎる皆さんが、持ちましょうかって言ってくれる世の中が実現してさえいれば、
おそらく彼は一人で生きていけるんじゃないかなと、そんなふうに思いました。じゃあどうするかっていう話です。冒頭申し上げた通り、僕自身がそれまでファッションですとかデザインですとかエンターテインメントとかスポーツのイベントを作るような仕事をしてました。これを使おうと。すなわちバリアはスティグマという名のもとに人々の心にあると、このスティグマを壊していくということを実現していけないだろうか。ファッションやデザインやスポーツやエンターテインメントっていう楽しげなコンテンツを使って、その活動が次の潮流を作っていく、そのネクストとタイド、そしてエボリューションという、ネクスト・エボリューションという活動でした。これを実は10年前から展開し続けています。皆さんそろそろ眠くなってきたと思うんで、非常に象徴的な僕らがアシックさんと一緒に開発したスニーカーをお見せしたいと思います。まさにテーマは僕の息子でした。一生動けない、歩けないかもしれないと思われてた彼は、実は奇跡的にフォレスト・ガンプのように3歳後半からむくっと立ち上がってですね、よろよろしながらも歩き始めた。その時に必要なのは靴になった。療育センターと言われている、まさに福祉の行政サービスを行う施設があります。そこには一人一人の障害者に向けて靴を作る総口さんという人がいます。でも残念ながら彼らから生み出されていくものは、まあ色気もみじんもない、ほぼ全て 100% ここがベルクロ、面ファスナーですね、マジックテープです、バリバリっていうやつね、ほぼ全員がそういう靴になってしまうと、まあ、一言で言うとダサいんですね。どうせならまあ皆さんが履いてらっしゃるような靴からスニーカーから、まあ、ナイキ、アディダス、アシックス、ニューバランスね、そういう靴をできれば街に買いに行きたいがない。で実はこれ非常に象徴的なハイカットと言われているスニーカーです。でハイカットのスニーカーっていうのは当然のことながら紐を結ばなければいけませんね。したがって、まあ、手先の不自由な特に脳性麻痺、四肢麻痺の人たちには、まあ、適さないとされてました。でも僕らに言わせればこれこそがデザインです。このハイカットのスニーカーのまさに紐を残したままこの靴を脱ぎ履きできるようにできないかなで作った機能がこれです。まあ当時は、ありがとうございます。ちょっとお見せしますよ。僕、君、あの人に渡してくれる？それ皆さんどうぞ回してみてください。これ実はね、もう一つここを要は結んだりほどいたりしなくても、まあ、スキーブーツとかの感じですかね、パコーンと開いて、もう要するに足を入れる面が広くなるという、まあ、簡単なファンクションなんですけども、もう一つあってですね、たまたま知り合った僕の友人は右腕がなかったんですね。でそんな彼らっていうのは、まあ、当然こういう靴紐、靴っていうのはね、こうストラップをこう外側にこう向かって縛るっていうのがほとんどなんですよ。スキーブーツとかいろんな皆さんお手元のね、こう足首をグッと絞るようなやつ思い出してほしいんですけど、右腕がないと当然左手だけで絞りたいわけですよ。絞る方向を左手だけにしたいわけなんですよね。そんなわけで実はこれはここにポチポチがついていてですね、このポチポチを取って後ろでこうくるっと回すと絞る方向が変えられるっていうね。僕ちょっとこれみんなに見せてもらっていい？そうそうそう、ありがとうね。見たらみんな後ろのおじさんたちに回してあげてくれる？こんな機能を持ったスニーカーなんですけれども、実はそれまでこういった商品開発のコンセプトには常にこんな言葉がついてました。ユニバーサルデザイン、誰もが履きやすいデザイン、ここが僕らのポイントです。新しいスティグマを誰に取り払ってもらいたいのか。いや実はそのターゲットは文字通り皆さんなんですよ。今の障害者本人を助けることの前に皆さんの持っているスティグマこそをブレイクしたいんです。
したがって皆さんがかっこいいとかかわいいとかやばいなこれと言って喜んで買っていただけるものでなければいけないわけです。ターゲットは皆さんだからです。ここで質問です。皆さんが日々の買い物の中でこれはユニバーサルデザインですって言われたら、まずそのコーナーがこっち側にあって、今年の流行りのファッションですと有名デザイナーが作ったって言われたらどっちに行きますか。そうです、ありがとうございます。ほぼ 100% こっちですよ、間違いない。なのであえて僕らはユニバーサルデザインという言葉を使ってません。こっち側で売るんです。こっちの人たちにどれだけ魅力的な商品かというのを理解してもらう努力をします。その努力というのは世界のトップクリエイターたちの力です。これは国内にもいますが、世界中のトップクリエイター、今活動10年目なんですけれども、毎年10人ぐらいのトップクリエイターたちが参加してくれてデザインを起こしてくれています。この有名なデザイナーたちによる最新のデザインのスニーカー、そんな打ち出しで、そんな広告手法で皆さんにリーチしてきました。それを簡単に解説したのがこの図です。左側にいらっしゃるさまざまなハンディキャップを持った皆さんの課題を解決する機能を世界のトップクリエイターたちが解決するデザインに落とし込みます。そこでできた商品をこの左側の人たちに向けて売っていたのが比較的従来のユニバーサルデザインです。僕らはそれをあえて右側のまさに一般の皆さんがお買いになるこのマーケットで提示していきます。そこで売れる状況を作ります。当然ここには今日の本題とは違うマーケティングのさまざまな手法が必要です。それを実現すれば今お回ししているスニーカーはずっと売れ続け、銀座、渋谷、それ以外の街の中心のおしゃれなお店に並び続けますね。ここに売ってるよというその事実を彼らに伝えることで、彼らとは本当にその機能を欲しているうちの息子たちのようなハンディキャッパーですけど、君たちがここにこれを買いに来いよと、そういううねりを起こそうとしてきました。すなわち最初に皆さんにご説明したクラスが違ってたよね、僕らが子供の頃はハンディを持ったこと、我々はただ単にそれの良し悪しではなくて僕らは慣れてなかっただけなんです。混ざっていくことに、混ざっていくことに慣れてもらうためのツールとしてデザイン、ファッション、そして今日は時間がなくてお見せできませんが、スポーツやエンターテインメントというものを使って活動しています。こんなどうですか話をちょっとだけ聞いていただいたときに、おそらく皆さんの気持ちの中に、まあ、なるほどねと、そっかもねみたいな、そんな気持ち生まれませんでした。あ、はい、どうぞ。ありがとうございます。この気持ちの変化を伝えるデザインの力、それを僕らはピープルデザインと呼んでます。今日も朝からさまざまなスピーカーの皆さんがさまざまなビジョンを語っていらっしゃいます。非常に示唆に富んだ未来志向の新たなアイデア、そしてビジョンだと思います。その中で一番実は重要なんじゃないかなと僕が思うことは、でどうする、皆さんは素晴らしいレクチャーだった、でどうするこの後、この素晴らしきインスパイアを受けてどんなふうに発言や行動に置き換えていくんですか。そんなことを僕らはこのテーマでメッセージしています。まあ今日は時間に制約があるので、これが僕らが展開しているピープルデザインの一番根っこの部分なんですけれども、この商品を通じてメッセージする活動と
さまざまなイベントを通じてメッセージする活動、そして一番新しい今年からの活動は、実は町そのものを通じて、町そのものを大きなメディアと捉えてメッセージする活動を今年の4月から始めました。これは商品とかイベント、そしてまあスポーツや音楽というのはさまざまなコンテンツであることは事実です。だがしかし、日々の僕らの生活の中で、最初のあの駅の電車の話です。困ってそうな人がいたら手を出せばいいんじゃないかなって。困ってる時は誰かに、すいません、どこそこに行く道分かんないんですけどって聞けばいいんじゃないかなって。そんな発言や行動をどんどん良しとするような考え方、古き良き日本で言えば思いやりです。おそらくもてなしの文化というものを非常に強く持っている我が国日本の強みの一つはもてなしの気持ちかもしれない。それをこれからさらに強く第三者に対してアウトプットしていくこと、それは非常に有効で地味ではあるんだけれども確実な街づくり、あるいはコミュニティづくり、あるいは家族のありようかもしれない。その小さなピースが最終的に世界を作っていくんだというふうに思っています。わずかな時間でしたけれども、皆さんとこの時間を共有できたことに非常に感謝しています。ぜひこれからお父さんになったりお母さんになったりする君、リボンの君だ、そう私だ、あるいは前段の登壇者の方は今年最初のお子さんを授かられたことで本当におめでたい、まさに皆さんや我々がどんなふうに自分の子供たちをしつけるか、何が重要なことなんだ、今まであったことを 100% 信じること以外の方法もあるんじゃないかと、僕は一人の父親として思っています。今日はどうもありがとうございました。